素晴らしかったですね。です。はい、今日は4日目ですね。ただいま、私は、ロトルアにいます。先ほどねホテルをチェックアウトして、今はね森の中にいると。ホテルの近くにポフツ間欠泉っていうのがあったんですけど、そこの一帯が、テーマパークみたいになってて、で、ね、そいつをね見るためにはね、そこのテーマパークにね入らなきゃいけなくて、でしかもなんかマオリのやつとかがまた昨日のねマオリビレッジのやつとでね、一応間欠泉をね昨日見たんでね、調べてたらトレッキングコースからも見れますみたいなのがあったんですよね。ちょっと小高いところから見下ろすことができるらしいんですよ。今そこに来てみました。なんかねマウンテンバイクもねできるコースにもなってるみたいで、さっきからね何人かマウンテンバイクでねここの山道をね下ってくる人とかがいて、楽しそうだなと思いながらね今歩いております。すごいよこんな感じ、本当に山道。今日すごく午前中は天気がいいんですけど、午後からねどうやら崩れるらしいんですよ天気が。なんでね午前中のうちになるべくロトルアをね回れたらいいなと思っているんですけど、残念ながらねもう11時っていうねちょっとスタートが出遅れてしまいました今日は。とりあえずねこのポフツ間欠泉を見るためのねトレッキング楽しみたいと思います。ではやばい、後ろからね、後ろから馬が来た、前からは犬が来た。はい、モーニング。Do you see a dog? Yeah. Nice. かわいい。かわいい。すごい、犬があれ、後ろついてってる。はい。針葉樹の森、すごい、超いい天気。
七富士さんですね。こんにちは。枝みたい。ロトルア湖です。いやー天気がね。いいね。今日もね。ちょうど出てんのかな。よくわかんないけど。あれ、ちょうど出てるかも。吹き出てる、吹き出てる。昨日のより全然すごいかも。バイオタップのね、レイディーよりも完結戦とね、ロトルア湖がね一緒にね写真に収まったらね、なんか僕の中のロトルアのイメージが全部凝縮された感じになって満足しましたはい、ってことでね、これから車のとこに戻って、その後レッドウッズ、チュリーウォークスかな、木の上にね、なんか橋がかかってて、そこをね、歩けるっていうなんかアトラクションがあるんで、そこにね、行ってみたいと思います。それでは。思いもよらぬ突然の発音。すごいグツグツ。レッドウッズウォークにね行くつもりだったんですけど、その前にねちょっとアイサイトインフォメーションセンターに寄ってみたら、ロトルアの市街からね10分ぐらいで来れるところにね、ブルーレイクっていう湖があるっていう風にね書いてあって、近くてそう綺麗そうだったんでね来てみました。湖面に映る雲と青空がいい感じ。湖もね、この上の方から見るとこれちょっと青いですね。だからブルーレイクになったんですかね。レッドウッズツリーウォークやってきました。